二つに分かれて。運動してますか？知ってねえな。もうあかんわ。運動してます？運動してない。もともとなんかクラブとかやってありました？もともと運動してたよ。バレーボールはやってたし、テニスもスキーも卓球も。やった卓球か。卓球もやん。卓球もスポーツじゃん。でもジャスミさんの頃は卓球というかピンポンって。いや卓球。ピンポンじゃないですか？卓球。いや卓球。何が言い切るんですか？卓球。あの温泉もあるんででしょ。いやそうなんちゃう。でも若い頃はお前やったと。俺もテニスもやったし、まあ、スキーもやったし、で野球もずっとやっとったやんな。今も卓球つぶりましたね。そうよ、あのちょうどだから住んでたのが王子卓球センターの近くだったから本格的にやってたの。やってはった。昔あのほら、今のナンバーパークスになってるけど大阪球場があった時裏にやったやろ。あ、トップセンターだったかな。卓球のなんかすっごいアコー台すごいだったやんか、もう20代ぐらいであったんちゃうか。あこでもう結構いっぱいやってた。いつ行ってもあこ卓球しに行ったら、うん、あ、そうなの。たまにぐらいも卓球しに行ったもん。昔はそうよね。それがなんかブームになるきっかけがあったんですか、その時の卓球ブームは。卓球、いや別にブーム、卓球とボーリングは当たり前やった。あ、ボーリングはブームや。ボーリングも中山律子でブームになったんでしょ。完全にブームでも卓球もみんなメジャーなスポーツやったよ、子供の時からやってる。でもみんなも普通にやるたら旅行で行って旅館でやるしかないんだけどね。そうなんかな。うちは卓球センターの時やってたな。でも俺卓球下回りしに行くときあった。僕らは近所にスケートリンクがあったんですよ。スケートリンクもあった。ローラースケート、アイススケート、両方あった。俺はローラースケートは八重の里まで行かなかったけどさ。小学校の時の、あ、でも大阪球場にもあった。あったあった。アイススケート。小学校の時の授業で年間2回ぐらいスケートリンク行ったじゃん。あ、ほんまそんなあったと思う。あったよね。あ、俺は阿部のにもスケートリンクあったからな。もうそこもなくなりましたけど、今スケートもほぼほぼないんちゃいますもん。ないわ、うん、あのローラースケート場もあったけど、もうなくなってもたな。ローラースケートもあったけど、ローラースケートもあったよ。今でもそのローラースケートもはやった時期やってん、ローラーゲームを言うて、ローラーゲーム、東京ボンバーズのランドみたいなところでローラースケートが入ってあったよ。ありますよね、今ね。ランドマンでは今あるな。ありますよね。でもだから今やったらもう完全にあ、俺の時代はもうローラースケート時代が子供の時流行ったから靴に 下に履くやつ、ローラー。今やったらもう完全に紐でくくってね。そうそうそう、靴に付いてるやんか、今のやつ。靴自体がもうローラースケートの靴になったり、これはスニーカーの下に履けるローラースケートがあって、紐でくくりつけて、途中で剥がれたりしませんの？先生、ちゃんとくくってやるやつだったやってたよ。え、知らんの？いや、だから世代がちゃいますもん。え、ここで世代が違いますもん。そんなん知ってんのと思ってる。当たり前やったけど。俺らはそれ履いてやっとったもんね。それでも俺らがまだ小学校の小さい頃なんかやったら、あったあった。あのタイヤっていうか駒がもう鉄やって、そう、もう車輪的な、車輪的な鉄やってから、ガラ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 、うるさいですね。からそれがゴムのあのやつができて、うん、それからやっぱりだいぶみんな履くようになったけど、あんな普通に鉄の車輪で走ったらやっかましいのガラ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 、靴の車輪履くやつがあって、ジャスミさん大人の頃、僕ら子供やから、なんでや、そんなしょうがないやろ。めちゃくちゃ言う、大人のやつでそんなやつがおかしいやないか。大人じゃないと、ただのお前、光源氏のファンやないか。そうな、だからそういうローラーの時代ってほら、空き缶にさ、紐つけてさ、あ、パカ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 歩いたりとかさ、手作りで。なまあまあ、やってる人は言ってましたわ。缶詰の缶。やってる人は言ってました。何が楽しかったか分からんけど。いや、俺みたいな貧乏人はサバ缶やったけど、金持ちはみんなパイナップルの缶入ってる。リリーの。でっかい。じゃリリーのな、でっかい缶詰入ってる。うわ、こいつ金持ちなんでっかい。そんなみんなが作ってましたよ。そう、みんなが作ってみんなが遊んでたよ。これ何がおもろかったかしら。世代は違いますよ。ここで世代は違います。そうなるとみんなで卓球馬も作った。そう、一回はみんな経験するって。卓球馬作ったよ。いや、これ落ちたら多分プラスチックのやつで売っとったら。鉄のやつで売っとったら。竹の竹馬は売ってない。俺は木で作るやつ。まあ、な、うん、竹馬でほんま竹で作るんだけど、俺はもう木で作ったよ。プラスチックの作ってはないよ。もう売ってました。売ってた竹馬も。なんか近所にようそんななんか木をいっぱい食べてるような工場みんなとかあったから、そこで棒いっぱい持って自分で作ったわ、竹馬。なんか竹トンボは手作りで作ったことあるけど、竹自体なかったら竹トンボ作ってる。竹トンボを作るってなんかやってなかった。児童館とかで。いや僕らも、そんなやってた、ね、それで言うとうちの子供の時でもそうですけど、うん、その竹コンボで竹トンボとか竹トンボとか竹馬いいかけたからね。竹馬はなかったもん。なんかそういう手作りのおもちゃを作る教室みたいなのはあるよね。駒、ね、とかはまあ遊んだ。駒。僕らが子供の時に。子供の時。いや
そんなめっちゃ遊んだ記憶はないけど、なんか駒の、まあ、そのおもちゃとかがあって、うん、たまにバッてやってみたりとかはあったみたいで、もっともこれ付けたの完全になんかあのアルミとか出てきたような、そうそうそう、そんなやつやから、俺は完全に木の駒やったからな、木で木でこうやって新型鉄の駒やって、それを自分でこうやっ て、まあ、手の上乗せてそのままそれで駒鬼言うて、これで鬼ごっこをするの。あ、こうやったままな、そうそうそう、それでえこれをまあしゃべるのを走って走って逃げんねん。それで逃げる人が駒回しますの。逃げる人も回さなあかんし、追いかけるやつも追い物にも回さなあかんね。電信柱で止まったらそこは別にあの安全地帯、安全地帯、安全地帯、そこで電柱で回してこうやってまた走れんねん。でそれを用のせんやつはみんなで下敷きにこう拾ったりな、カンカンの蓋にこうやったりな、やってて、ほらもう完全に手の上乗せれたから若干わかるぐらいだちょっとずつこっちに近づこうとしてコマ鬼って無理やり、いや若干わかるぐらい夏なんてもう冬になったらみんなそんなんやっとった全然そんな、ね、俺は下で回ってもシュッともそのまま拾ってこの手の上にも乗せれるし、俺はもう走りながらもうこうやって自分で投げてもう取ったから、まあまあ、こうやって回すとこ前とかでな、私は手でちょっとずつこっちに近寄ろうとしてない米軍まで喧嘩させちゃったんだよ、絶対いや絶対そうです